ッケー、そっちだ、オッケー、クソ笑いで、お兄ちゃん元気かな。そうそう、会うことないけど多分元気かどうかっていうか、まだ存続してるかどうか、またいつか小丸峠で会う日があるかもしれない。その時ちゃんと、その時の彼女かどうかも。やべえ、デブだな俺、なんか足りねえんだけど。ええ、マジでやばい、デブリーリー、君はとってもデブリーリー、そして君はババリーリー。おいデブリー、どうしたどうした、なんか問題あったかな。ないよね。デブリーリー、君はとってもデブリー。全然混んでない高尾山。デブオーさん、あれ変な曲なんだよな、あのミキミネコのやつ、よく流れるやつ。記念日こっち、こっち、あ、いいね、こっち、こっち、シュ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 、こっち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 、さようなら。これがさ、見知らぬ人だったら超怖いよ。何が？え、セクハラみたいな感じです。さあ、こんな壁ができちゃう。
ソロキュー。チカチカファイターズ、みんな近いじゃん。オバミのファイターズ、え、デブに来てたみたい。え、食いててみて。だねー、デブミ峠、オバミ峠、デブルミ峠。あー、ばあちゃん、どうしたの、デブちゃん。出た、大谷の峠、標高392メートル、ババア、よし、もうデブリ峠、大たるみビレッジ。あ、寒くね。気のせいじゃん。腕がなんかもうピッピーって感じ。え、そんな贅肉あんのに。いっぱいあったのにさ、絶対どかない強い意志があったよね。
煽られてたはずなんだけど、うん、若干ムカついてたのかもね。まあね、意地でもどかなかったのが、うん、まあいいんじゃない。最後だって赤信号でさ無視して通過してっちゃったじゃん。隣から急に追い抜かしてくるんだ。怖いや怖いや。あー食べてるね。レース場借りてやってくれ。違う、そんなに早く帰りたいんだったらもっと早く帰ればいいじゃん君ら。本当に先に行ってくれってことか。あのトラック、どういうこと？